アレクサンダー・マーク・デイビッド・オックスレードイコール、チェンバレンは、イングランド・ポーツマス出身のサッカー選手。イングランド代表。プレミアリーグ、リバプール FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。父、マーク・チェンバレン。叔父、ネビル・チェンバレンは、元サッカー選手。弟、クリスティアン・オックスレードイコール・チェンバレンも、サッカー選手で、2017年10月現在。 オックスフォードシティ FC に所属している。ポーツマスで生まれ、2000年からサウスアンプトン FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2010年にトップチーム昇格を果たした。2010年3月2日、サウスエンドユナイテッド FC 戦において、16歳と199日でプロデビューを果たした。2010から11シーズンの8月10日、フットボールリーグカップの AFC、 ボーンマス戦で自身初のスターティングメンバーに選ばれた。この試合でプロ初ゴールを記録した。2011年8月、アーセナル FC へ、推定1400万ユーロの移籍金で移籍9月28日、オリンピアコス FC 戦にて、UEFA チャンピオンズリーグデビューを果たし、前半8分に先制ゴールを決めている。また、 同ゴールはチームメイトであるセオ・オルコットの記録を抜き、チャンピオンズリーグのイングランド人最年少ゴールを塗り替えている。2017年8月31日、リバプール FC と長期契約を締結した。2017から18シーズン、10月17日に行われた CL グループステージ第3節の NK マリボル戦で途中出場すると、 リバプール FC 移籍後初ゴールを決めた。11月4日、ウエストハムとの対戦では、移籍後リーグ戦では、初ゴールを決めた。12月26日のスボンジー戦では、先発出場すると、スカイスポーツの祭典で8という高い評価を受けるプレーを見せ、チームの5点目を決め、5から0での勝利に貢献した。チャンピオンズリーグ決勝トーナメント準々決勝。 マンチェスターシティ戦ファーストレグではリードを広げる、貴重なチームの2点目となる、ミドルシュートを決めるなど3から0での勝利に貢献した。その後も怪我により離脱したエムレジャンが務めていた、ポジションでほぼレギュラーをつかんでいたが、4月24日に行われた CL 準決勝の AAS、ローマ戦ファーストレグで、膝の人体帯を損傷、シーズン終了が決まった。 1> 約1年後のハダースフィールド戦に後半から途中出場し実戦復帰を果たした。2019から20シーズンから背番号を15番へ変更した。12月にはチームとの契約を2024年まで延長した。10月23日の KRC 変ク戦で決勝点を含む2ゴールを決め勝利に貢献。次節ホームでの対戦でも1ゴールを決めた。 1>, 1月29日のウエストハム戦、次節の2月1日のサウサンプトン戦とに連続、試合ゴールを決めた。イングランド代表として、各年代でプレーしている。2012年5月26日、ノルウェー代表戦で、A 代表デビューした。2012年10月12日の W 杯予選、サンマリノ戦で代表初得点を挙げた。2019年11月、 ユーロ2024戦、モンテネグロ戦では代表チームで約3年ぶりとなる先制ゴールを決めて本大会出場に貢献。国際 A マッチ35試合7得点。ありがとうございます。